人工芝サッカー場、レッズランドは、埼玉県埼玉市桜区に、浦和レッズが創設した総合スポーツクラブ。2005年創設。西ヨーロッパ諸国に伺えるような地域スポーツ文化の担い手としてのスポーツクラブの役割を明確化し、同時にその具体化に取り組んでいる。会員制で、すでに完成した施設から順に会員に開放しており、会員より割高にはなるが、 ビジター利用も可能。天然芝サッカー場浦和レッズはより地域文化に根差した総合型スポーツクラブ作りに着手するための一環として以前から浦和市内に建設する構想を温めていた。そんな中、以前よりレッズの練習にも使用していた桜区の荒川河川敷にある東京農業大学のグラウンドの広大な敷地を 東農大が2006年3月で切れる敷地の借地契約を更新せず、運動場を移転することになり、同大学がこの運動場敷地の新たな借り主を探していたことから情報収集に努め、その構想実現が可能と判断。2004年3月の開幕前に開かれたレッツ2004年シーズンを語る会で、レッツランド計画が初めて公表された。 そして知見者と東京農業大学と浦和レッツの3社で話し合い、浦和レッツが2006年3月以降の長期借地契約を結んだものである。2005年4月25日から着工し2007年内の観光予定を目指していたが、当初は設計の部分的な見直しも含めて流動的な部分も多かった。もっとも当初から東京農業大学グラウンド時代の旧施設を 再利用しながら段階的に新施設を整備していく方針を取り着工後3ヶ月も待たない2005年7月17日に先行開業という形で営業を開始している目標はスポーツを通しての健全な育成と健康増進でこれまで学校や企業が中心だったそれらの育成に地域コミュニティが加わって3位一体の運営に取り組む市民は 会員登録を行えば、優先的に施設を利用できる。この先行会業の時点では、暫定で、サッカーグラウンドと野球場、並びに、サッカーとラグビーを併設したグラウンド等が設けられ、今後は、サッカーグラウンド4面、フットサルコート8面、ラグビーグラウンド1面、野球場1面、テニス場11面、レンタルサイクルコース、野外活動拠点としてのキャンプ場などを、 向こう3年間かけて整備していくほか、浦和レッズの下部組織の練習拠点としても使用される予定とされていた。この先行会業にあたり、第一次会員募集を行ったところ、定員500名に対し1235名の応募があった。もともと応募者多数の場合は、抽選を実施するとしていたが、抽選で地元埼玉市、埼玉県の応募者ができるだけ落選しないように、 定員を、精一杯の750名に急遽増やしホームタウン、優先枠を設けて対応したという。選考会業日には、記念式典があり相川総一埼玉市長と、川淵三郎日本サッカー協会会長が祝辞を述べ、福田正宏、保坂信幸、中野光一、池山隆館、松沼博久、矢吹博之、溝口美希による教室が開催され、 約2400人を集めた。レッツランドと命名したのは、当時の犬飼元明浦和レッツ社長で、当初は仮の名前であったが、浦和レッツ2004年シーズンを語る会での構想発表後に報道を通じて、急速に浸透したため商標登録した。浦和レッツは2007年までに十数億円を投資すると見られていたが、レッツランドを主要な収益源として考えていない。 ことを発表していた。運営費の財源は、回避収入と施設利用料を、地元埼玉市、埼玉県の企業を中心にした協賛金としている。目標規模は、会員1万人程度で、NPO 外資株式会社として浦和レッズから独立させることも計画されている。レッツランド構想、台風19号で J1 浦和が悲鳴、早期復旧。 難しい練習施設、レッツランドが水没。中日スポーツ。2019年10月14日閲覧。ありがとうございます。